108は、早見一馬による日本の小説。2008年6月28日に集英者から発売された。今作を原作とした映画が2008年8月9日に公開された。2009年には、山本隆之、早見一馬によるコミカライズ版が発売された。部員のタイ部や、寮生活のあるある、喫煙、合コンなど、 一般的な野球映画では描かれていないリアルが描かれている。部員だけではなく、新米記者の相馬も絡み合って、真な野球とは何なのかを見つめていく。県外内から集まってきた野球留学生に囲まれ実力の差を感じる中主人公たちがどう生きていくのか葛藤が描かれる。神奈川県の強豪京浜高校野球部の補欠部員に重点を当てた物語。 三年生最後の夏決勝で惜しくも負けてしまった、景品野球部。夏が終わってしまったということは、新チームの開始、応援席で応援していた、補欠部員、信と正サのベンチ入りをかけた争いが始まる。2008年8月9日公開。主演は、斉藤ヨシキ及び中村葵。監督、脚本は、森吉隆。プロデュースは、長井拓郎。 甲子園常連の名門校である京浜高校の補欠部員、マサトとノブが高校最後の夏、ベンチ入りを目指し奮闘する姿を描く青春に映画。タイトルは、公式級の縫い目の数と人間の煩悩の数を表している。ありがとうございます。